皆さん、韓国語の発音の練習どのようになさっていますか？韓国語発音クリニック、この本はですね、日本語母語話者の弱点に力点を置いて、詳しく解説をして、そして加藤さん、鈴木さんという方が登場してきてですね、その方と個別のカウンセリングをしていく中で、上手になっていくと、そういう構成になっています。読み物としても楽しく読めると思いますので、ぜひ、読んで学習してください。そしてさらに、その韓国語発音クリニックの重要ポイントを50に絞り込んで DVD を作成しました。このような感じになっています。これはしっかりと突き出してください。また鏡で確認してください。口の形、注目してください。音の高低が変わってしまいます。例えばこれです。キムチを먹었어요。ここを連続で聞きましょう。舌が離れません。これはですね、モルで当てて、ラで話す。たったこれだけ。モルラ。제가ソウレカスデヌン。そうではなくて、제가ソウレカスデヌン一気。비가많이내리고있었어요。これも一気で読んでください。動画っていうのは分かりやすいですよね。舌の動き、口の形など、動画を見ながらしっかりと真似をして練習してください。そしてこのDVD のパッケージの中にはこういう冊子が入っています。20ページの冊子です。重要ポイント50がコンパクトにまとめられていますので、皆さんはこの冊子、そして画面を見ながら練習なさってください。